道いた。ちょっと受けた。待って。ハロー、一田くん。久しぶりですね。久しぶり。いやー、ほんと2、3年、3年ぶりぐらいかな。台湾で会うのも5年ぶりぐらいやけど。3年前もそうやって途絶えとったわ。ね。動画です。いつも撮ってる。じゃあ行きましょう。行きましょう。それでは。じゃあ、ケーキ。今からあの二人の友達と夜市に行きます、ラちゃんに行きます。中山天仙三六这边，お疲れ様でーす。台湾は基本最初は乾杯は一気だよ。乾杯だからね。灰を乾かすと書いて。なるほどね。前1年ぐらい、1ヶ月ぐらい住んで、どのぐらい住んでたの？1ヶ月、あ、すいません。そう、2週間ぐらい台北で働いてる。あ、そう。謎の日本文化を持ち込まれて、本当。これは初めてな気がする。これめっちゃ美味しいよ。ちょっとちゃんと視察旅行。足上げ取る。取ってます。OK です。お願いします。あ。シーレンツァイ、美味しいですか？取ろうか？大丈夫？大丈夫。タオツー。タオツー。どうせさらそうよ。タオツーは。概要欄にちゃんと全部説明欄に書いてきます。はい、どうぞ。うまい。どうよ、どうよ。これはうまいでしょ。これはうまい。もう黙々と食べたいよ。黙々と食べてビールで乾杯し続けたい。これだけで無限にいける感じ。日本人非常愛吃这个水莲菜。水莲菜。水莲菜。好吃。好吃。あとこれもいっちゃって。これロンジューって言ってイカのくちばし揚げです。イカのくちばしを揚げる。これがまたね、あのビールが進む味なんですよ。でこの食感がまたね、タコに似てるかな。イカではなくタコっぽい。確かになんかピーナッツ。そう、ピーナッツとタコとイカくちばしと。初めて食べるような。なんか鶏の南国的なあれなんですけど、おいしい。味付けがいい。これに合いますね、緑のやつ。一生食ってた。来ました。おい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 、チャーハンです。チャーハン。炒飯、炒飯、炒飯。これもまたね。ちょっとあれもらってこようかな。小さいお椀持ってくる。YouTuber 活動はどうなの？いや、ぼちぼちです。本当にいい時はギュッて上がるんですけど、オリンピックとかああいうワールドカップがあるとガッて落ちたり、みんなやっぱテレビ見るから、結構ね、差が激しいんですよ。今どれぐらい差ですか？2万4000人。結構増えてきた。2万いったんですか？2万超えた。どうぞ。
脂がうまい。つやつやだよね。まあ、うまいこと言う。確かにこれ食べると日本戻れない。味もちょうどいいですよね。なんか全然重くない。見た目よりさらっとしてる。そうそう、優しい。よかったです。台湾の優しさ。これいただいてください。これが老人の皮膚。老人の皮膚みたいな見た目。厚揚げみたいな、確かに厚揚げみたいな。もうチャーハンに乗せてもいいし、あ、直でもいいし。じゃあ老人の皮膚。老人の皮膚いただきます。はい、おばあちゃんの皮膚いただいてください。もうシワシワのまま、シワシワですよ。暑いよ。うまいでしょ。なんか説明できないけどうまいでしょ。パッパッってなるでしょ。パッパッ開きます。瞳孔が開く。辛い。ちょっと辛い。あ、でも、ああ、これなんだ。そうなんですよ。外側はちょっとカサカサって感じなんですけど、中はプルプルです。老人と中お姉ちゃんみたいな。見た目に惑わされちゃいけない。そう中20代。おお、中20代。これうまいです。辛いですね。ゲオチャイタン、よかったです。ラオピーエタメヘンシーファン。おばあちゃんおいしい言うな。お前なんでいるんだっていうのが、バニラアイスじゃねえんだぞっていう。なんかパイナップルか。でもはい、パイナップル、ごめん箸で。あ、空心菜も来た。結構来た。甘い。これ一緒に食う。デザートみたいな。ちょっとあれかな、揚げパンみたい。存在ね、いろんなやつの存在がちょっと主張が強いから。甘さ、しょっぱさ、でも結構ね、ハマっていくと思うよ。もうメイン空心菜。いただきます。どうぞ。サムネ用で。やっぱり空心菜。外れないですね。よかったです。それでは夜を楽しみましょう。まだいろいろ。おー、今エビを入れて、石焼きかな。開けた時もいいよ。もうちょいかな。また焼いてくれるのかな。開けるタイミングが分かんない。多分ね、この前開けようとしたらまだって言われた。まだよ。結構じっくりやる。多分1分ぐらい。いいかな。
おうまそう。もうちょい。これうまいよね、うん、これうまいよね。え、なんか日本の味って感じだ。ちょっとこう日本の居酒屋に帰ってきたみたいな来たばっかだけど最初にねやっぱ恋しくなるんだよね。うまいわ。よかったです。これ大好き。いやいいね。うまいうまい。進むよ。そこからの何が農民なのだろう。口感真的很 Q 的，真的很好吃，很慢，跟啤酒一起真的很好。何なの？農民の人はあまり牛を食わないとか言うからさ。そういうことですよね。ああ。ちょうどいい感じ？ちょっとお腹いっぱいだね。いや、いい感じ、いい感じ、いい感じだな。台湾の人すごい食べるな。すごい。そしてギネス。ギネスって1759年。はい、お疲れ様です。あーやっぱまあまあまあ、いろいろね。あーごめんなさい、そういうつもりじゃなかった。ありがとう。多分オリオンビールがこいつに合うかなって思って最後。あ、開けた方がいいんじゃない。大丈夫。いやー、これもう淡い。サルーツ。フロースとかドイツ語。フロースト。フロースト。あー、オリオンうまい。確かに。食えないね。いやー、サンキュー、マジで。いえいえ、美味しかった。ありがとう、台北来てくれて。マジで、マジで飽きてて。